高知学芸中学校、高等学校は、高知県高知市牧山町にある私立中学校、高等学校、中高一貫教育を実施している。1957年開校。もともとは、高知大学に付属高等学校を設立しようとした運動があったが、実現が困難であったため、私立学校を設立する運動に転換し、その結果として開設された学校である。 開学以来より男女教学であり、1960年に中学校を併設しなかなか一貫教育を開始した。1964年に男子寮、養成寮が開け寮を。1986年には同一敷地内に基礎地者を主な対象とする大学受験予備校、高知学芸進学アカデミーを設置したが、2019年には廃止が発表された。 生徒本位普段の工場基礎学力を養う全人教育男女共学しつけの重視小学の施設の充実中、高一貫教育を実施しており、円滑な生徒把握のために中学校から高校に進学する際、中学校時の担任のうち1、2名は高校時にも担任となる。2007年度からは毎朝10分間の読書時間を設けた。また、 中学校においては読書の前と帰りの HR 前に各5分間ほどの瞑想の時間が設けられている。AE 組の5クラスで定員250名。1年から2年に上がるときにクラス替えが行われる。かつては編入試験が行われ、毎年10人程度が2年時に編入学していた。2005年度より、編入制度は一時期廃止されたものの、2017年度に、 復活している。AF 組の6クラスで定員300名。1年時には A 組が高校からの入学者、BF 組が学芸中からの入学者となり、そのうち F 組は特進クラスとなる。2年次からは AC 組が文系クラス、D 組が理系クラス、F 組は分離混合の特進クラスとなり、原則として3年次への進級に際するクラス外は、 行われないが、F 組では特進クラスとしての性質上、生徒の入れ替えが生じることもある。なお、58期生までは AG 組の7クラス編成であり、特進クラスの G 組はドイツ語読みで、ゲー組と呼ばれていた。男女共通で、上は白の長袖または半袖体操服、下は青色の長ジャージまたは紺色のハーフパンツを着用する。 冬用に体操服の上から着るための白色のトレーナーもある。体操服には上下とも上履きの色と同じ色での苗字の刺繍が義務付けられている。土佐道路と高知県道38号高知土佐線に挟まれた旧春の町に近い位置にあり、学校から徒歩3分ほどの高知県道38号沿いに、上り降りでやや離れて土佐電交通グルスバス停。 国道56号土佐道路上に学芸高校前バス停がある。最寄りの駅は JR 四国朝倉駅及び土佐で、運交通朝倉駅前電停。周辺には高知朝倉西郵便局、コンビニエンスストア、書店、国立高知病院などがある。ありがとうございます。